アイスバーグさんを襲った一味か。嘘め、見逃してくれる雰囲気じゃねえな。ロビンちゃん探さなきゃいけねえのに。ラフレッシャー、僕もアイスバーグさんを元気はの一味目チキショー。ロビンを捕まえるんだ。何もわからねえな。ロビン本人が認めてんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。ならロビンはもう一度アイスバーグを襲う。決めてやる。そこを捕まえるぞ。エポール、ニュートンショット。情報が街中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。造船ドックの方はまだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。麦わらのルビーってのはどこだ。出来い。これじゃ情報を集めるどころじゃねえ。ガレーラカンパニーに乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつける。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。この調子で騒ぎを起こすんだ。あれがロビンちゃんの本心とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。
前の守りが薄くなってきたな。外の人数が減っちまってる。増援を送れ。扉が開いたみてえだ。この隙に侵入するぞ。よし、次に切られてえのはどいつだ。気が済んだか。